最近ですね、はい。なんていうの、YouTube 一応頑張ってやってるんですよ。はい。YouTube 以外にも頑張ってますけど、別にそのなんか、みんなに見ていただくのが YouTube だけしかなくて、一応日頃から頑張ってやってるんですけど、プロのギタリストに結構合うんですよ、最近。あ、そうなんですね。んで、なんていうんですかね、みんなもそういう、僕も昔経験あるし、みんなも経験あると思うんですけど、誰々さん大したことないやろみたいなってあるじゃないですか。あるでしょ、絶対そういうのって。俺もあったんですよ。あったって過去形ですけど。でね、なんか、いろいろプロのギタリストとかに会って、俺、ほんまに思うのが、下手なやつね、ほぼいないっすよ。ほぼっていうのはおかしいですけど。ほんまいなくて、んで、まあ、何かっていうと、多分なんかその、俺もそうなんですけど、自分と比べてるんじゃなくて、なんかね、上手い人とその人を比べたりするんですよ。世界の有名プレイヤーとその人を比べたら、あいつより劣ってるみたいな。でもそれってなんかあんま意味ないと思ってて、ね、だって、例えば、誰ですか、ポール・ギルバートとか、なんかすごいギタリストと、なんか、自分が知ってる、ちょっと、いや、ちょっと夢とおかしいな。自分が知ってる日本人とか何でもいいですけど、比べて、なんかピッキングはどうとかってなっても、まあ、そりゃそうかもしらんけど、お前はどうやねんみたいな、なんか なるじゃないですか。で、なんて言うんでしょうね、その、自分とまず比べてみて、比べなくてもいいですけどね。なんかその、その人のいいところを盗むっていうのを考えたら、別になんか、誰々さんはしょぼいねとかってあんま発想にならないんですよ。盗めばいいだけじゃないですか。いいとこどん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 。で、自分が成長していけばいいから、何が言いたいかっていうとね、プロギタリストに会うのがいいと思いますよ。会う機会、まあ、ライブでもいいし、イベントとかね、やってますから。告知 結局、告知会みたいな。まあ、いや、別に、もう俺なんて大したことないですけど、いろんな人やってますから、見て、で、なんて言うんでしょうね。会話したりとか、実際セッションする機会があったらセッションしたりとか。東京だったらあるんですよ、セッションするとこが。で、あるじゃないですか。プロの人とか行ってて。ほんで、生で見たり、そのなんかピッキングの仕方とかを見たらね、絶対学ぶことがあって。で、映像で伝わる部分、言うなら映像でよく見える部分もあれば、実際見たらなんかね、あ、そんなにあんま何も感じないなっていうのもあるんですよ。なんか、すげえ早弾きとかって映像で見たら、うわって思っても、実際見たら、なんか映像の方がええな、みたいなのが あって、逆に、なんかそのロックの、まあ、ブルースのペンタとか、ペンタのフレーズとか、映像で見たらいまいちなんですけど、そんなにグッと来なくても、生で聞いたらやっぱその、ピッキングのその、擦れる音とかで、グッと来たりするから、まあ映像が悪いってわけじゃないですけど、いろいろ見たり、ね、YouTube で見たりするのもいいし、体感するっていう、なんかいろんな、なんかこう、学習方法があるので、まあ、いろいろ見に行ったらいいんじゃないのかなと思って。結局、何が言いたいって言われたら、わかんないですけど。まあ、いろいろ、いろんな人に会うっていうのがおすすめ。自分はそれが昔はあんまそこまでやってなかったので、会うことで初めてなんか勉強できたこともあったので、まあ、ってな感じですかね。うまい下手ってどこら辺で区別するのかなみたいな。あ、鋭い質問ですね。あとあの人よりか劣ってるか、あの人よりか自分よりかうまいみたいな感じで、なんかはもい。雰囲気じゃないですか。う、雰囲気ですかね。わーみたいな。ドーンってなって、オラーってな、なんかオーラ出した時に、北斗の拳みたいな。あ、でもね、俺でも、その、上手い人と下手な人の判断の仕方が自分の中にはあって、早弾きの部分ではあんま判断してないですよね。結構どうでもいいと思ってる。なんか、早いから上手いとか、なんかこう、精度が高いから上手いとかって、なんかあんま今はその興味なくて、どっちかって言ったらね、リズムの良さとか、リズムがかっちりし、大体その俺が上手いなと思うプロの人ってリズムがすげえいいんですよ。なんか、バッキング弾いてもらってる上でソロめっちゃ取りやすいとかね。もう俺がいい気分になりすぎて なんか、そういうのを動画とかアップしても、なんか、いいソロ弾けるときって、いいバッキングなんですよ。そういうのはやっぱね、うわ、すげえ、やっぱ上手だなとか思うし、あとなんか、
なんて言うんでしょうね、リズムもあれば、あとピッチとか音程とかチョーキングとか、あビブラートのかけ方とか、なんかやっぱなんか短いフレーズでで弾いたりしても、うん、上手い人は分かるみたいな、そのワンフレーズだけでなんか、あこいつやるんじゃないのかなみたいな、あどんだけ上から目線なのか分かんないですけどまあ上から目線とかちょっとなんかやるんじゃないのかってなって、そのワンフレーズの頭でパッて弾いたら、あやっぱそらプロですよねみたいな感じになるんで、なんかやっぱそういうのも体感するのが絶対いいっすね。あで映像だとやっぱみんなそうだと思うんですけど、ミスっちゃったりなるべくしないように、なんかね丁寧っていうか、なんて言うんでしょうね、その安全に弾くみたいな、うん、で適当になんか例えば楽器フェアとかあるじゃないですか、うん、ああいうところでプロの人とかおったら好き勝手弾いてるわけじゃないですか、うん、何の緊張感もなくみたいなそのフレーズがめっちゃうまいとかそういうのとかもやっぱ見えるから、まあ、もちろんそのなんかちゃんとやらなあかんとこで本領発揮するのがプロだと思うんですけど、うん、意外とその砕けたとこでやってるスキルがめちゃくちゃうまかったりするので、うーん、まあうまい下手の判断は僕の場合はリズムとかなんかニュアンスとか、うん、そんな感じじゃないでしょうか。